これか。ほう。これかな。高野山のあれってなってますけどね。あ、でも確かに。三高坊大使ってなってますもんね。ここっぽいな。梅寺、あ、そう、なんか別名梅寺って書いてあったもんな。岐阜市、会津、内外、近、大正4年、いや、そう、大正時代のあれなんですね。で、あ、駐車場は結構広いのがあるわ。で、どうもここで合ってるみたいですね。すごい、でも、立派な、逆光なんで分かりにくいけど、どの角度だと分かりやすい。ね、これ立派なもんですね。お寺だからあれですけどね、あの鳥居は当然ないですけど。へえ、これで、これでね、ここが御神寺、梅寺で加賀島工房というような別名がありますよっていうような案内が書いてありますね。へえ、よかったよかった、無事着いた。なんかパンダちゃんなのかな、クマちゃんなのかな、なんかお出迎えいただいてますね。よし、へえ、白い、中も白いんですね。あ、向こう側の中からも入れるんだ、すごいな。すごい、あんまトイレを打つつもりですけど、全ダンス、全写真、全な人しかが使っていいトイレなんですよね。で、駐車場広いな。で、出たところにもあるし、どっちかというと参道だからこっちなんだ、こっちからなんだな。で、あ、いっぱい車入ってくる。さて、こっちがメインって感じなんでしょうね。あれ、ここはちゃんと見つかれですね。出てたからな、ちょっとやっておきましたね。カメラ開けずに来た。いや、立派なところで無事を清めもして、いっぱい参拝者の方もいっぱいいらっしゃるみたいで、ここに書いてありますね。依頼はね、スッツ寺でしたっけ。で、梅寺ってことでね、日本三大薬除け工房大使、奈良時代、738年、で、菩薩が そういうの木と定めたってことなんで、奈良時代かと。めちゃくちゃ由緒ありますね。ほぼほぼ日本に仏教入ってきたのと同じぐらいじゃないですか。すごいですね。草庵に、安置されましたよと。813年弘法大師、久賀上人が嵯峨天皇の、職命を受け、当地で秘宝を尽くし、天に近い地に伏し、祈祷すること37日間、行い、法要を龍神に手向けますと、たちまち、この海変して桑田となりました。あー、ですから弘法大師さんがその、の力で、この地が、この素敵な桑田ってことですから、あれですね、あの農作ができる、時に変わりましたよということなんですね。それで、ここを加賀島と呼ぶようになったと。はぁ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 。あ、宝鏡を、ね、宝鏡、宝鏡をあの掲げたから、加賀島でできた島だから加賀島なの。すごいですね。ただ実際にここにおったってことなんですね。はあ、あの弘法大師様は。ここ修行されてたところだったの。すごいですね。あ、住宅地の中、さーって来た、来とった時にはね、どんなあれなのかなと思いましたけど、めちゃくちゃ由緒ありましたね。ほほー、ありますね。来たかやりましたね。で、あ、これが梅寺って呼ばれるゆえんか。弘法大師、梅の杖、弘法大師、
ここに差し立てた梅の用事か、用事が芽吹き聖なる力を持つ霊媒と、言い伝えられています。弘法大師様はここに梅の杖をプスッと刺したんです。なんとその梅が、芽吹いちゃったと、普通ね杖からそんな気になることはありませんからね。すごい話ですね、で先刺し置きし杖も栄えて梅の手だと法も広まれ、ホトトギの声か、ホトトギスの字だよな、ありがたいありがたい言葉でございますね。いや素晴らしいですね、深いですね。お砂踏みどころ、霊場になってるんですね。大根涅槃の霊廟、あ廟もあるんだ、まあちょっとそうですね、読みにくいですもんね。でタイのなんか飾り物とかも独特だな、まあせっかくですからね、お祈りさせて、ちょっと祈祷させていただきましょう。すごい立派、別に思いましてできましたけどね。おみくじがありますからね、せっかくだからちょっとおみくじやってみましょうね。ここに入れるパターンね、えらい入れ口が広いけど、ちゃんと100円入れますからね。よいしょ、で17ね、ほうほうほう17、あ、ではこれを戻すね、17、あったあったあった、ちゃんと17から取りますから。あ、嘘だ、嘘でしょ、お、今日ですね、これはあと、かかしま、海寺になってんだな、ここ。ああ、今日だ。あら、いろいろ、怪しみありて、憂いやんを、防がんとすれば、このおみくじに合う人は、何事も、控えてよし、強いてことを起こせば、もがき貧乏という、形なり、天道を祈り、観音を、信じて、よし。病人大事なり、医者を変え薬を変えるなど心を尽くすべし、多くは、変えぬ方よかるべし。あれ、あれ、とりあえずあの無理やりねチャンネル登録者数増やそうと、そんなね無茶なことやってんじゃねえよということでね。いや、おっと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 、心に突き刺さるものがありますね。おお、なるほどね。で、喜びごと、叶い方し、で、生じことあしく慎むべし、で、うせもの水中か暗きところにあれども、いでがたし、もう水の底に沈んじゃってるからね、諦めなさいと、おっと、待ち人来たらず来てもやがてわかる。相変わらず私この前大吉した時ですがね、待ち人諦めろって書いてありますもんね。で、争いごと、争いごと、幕べし、勝っても後にていっぱいの難に遭うべし。ボロクソじゃないですかこれ。相当強だ。矢作り、婿取り、婿取り、旅立ち、あしく。旅もダメ。騎士には、死すべしだと、死すべし、悟り生きるとも災難を伏し。全くいいとこないじゃないですか。あれあれ、びっくりするぐらい救いがねえぞ今回。おー、これはちょっと慎んで生きていかないといけません。100万人何言ってんだと、
ええ、登録者数100万人とかもバカなこと言ってんじゃねえと。いうことですね。おめえ1000人にも、1000人もね、とてもじゃないけど届きそうにないのに、何100万人とか言ってんだってね、お叱りを受けたような気がしますね。すごいですね、これ。ここに88箇所の、あの、全部お寺のやつが、揃っちゃってるんですね。さすが弘法大師様のゆかりの地というかね、ここでね、ここを唱えたわけでございますからね。ね、それから、88箇所をね、バーッと広めてたから、ね、全部ここでね、もうお得揃っちゃいますよって、すごいな。もう徳、ここからもうだから徳島からスタートして、ね、88箇所霊場の、並びに公募させておると、ご祈願をお願いします。今ちょっとこちらにね、本のさせてもらいましたけど、いや、すごいな。で、これもずーっと来たら、もうこのまま四国は、お皿も徳島。全部、9番、10番、11番、あ、書いてあるね。長男とか、いろんなね、上落とか、ああいうね、国分寺とかね、あれ、ね、水曜どうでしたね、全部ね、聞いたことあるあれですよね。あ、おお、すごい。もう、88箇所、で、ずっと来たらね、これ24番でしょ。でか、ここから高知県に入っちゃいますよ。で、ずっと来て、あるわ、ね。すごい。これ、説教寺でしたっけ？あるわ。すごい。平成37とか、ずーっと来て、もう愛媛に入っちゃいましたよ。あら。あ、ここすごい大きい。すごい。千手観音だ。で、これ自体は相当、もう、歴史入ってますよね。すごいな。で、ずーっと来て、まだ愛媛、高知、で、愛媛来たから、香川だけない？すごい。現場に回って、もう59番まで来ちゃいました。国分寺あるもんね。これなんか横峯寺、なんか読み方違うんだよな、これ。あれも、香川入っちゃう。あ、香川入っちゃった。あらら。あら。ずーっと、回っちゃうと。で、ずーっと来た、これ。で、地中の、3番、そうですね。それぞれでも違うように作ってあるんですね。すごいな。で、来ましたね。88番先週大久保寺だ。あ、来ちゃった。88箇所本当に。あ、おすげえ。あら、これ88箇所踏んじゃった。あ、で、こっちから入ると逆打ちね。そう。逆打ちはあれ、水曜どうでしょうでも一回やってましたよね。そう。これじゃ、これだったらもう本当にね、パン取っただろうで、取り合いになってね、揉めることもない。あら、なんてありがたい、お寺が。そんなすっごいご利益あるところが、まさかこんなところにあると。おっしんじ、すっごいですね。これは。あと、こっちに大仏殿、宝仏殿もあるんですね。で、多分国宝はここに祀られてるんでしょうね。あ、なんかこれ見たことある。確かこう、なんか回してこうぐるぐるやると、あの、なんか何回かこうぐる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 回ってやるやつですよね。へぇー。
もうちょっと今全部小銭に使い切っちゃったからあれですけど、へえすごいですね。この辺りとかもすごく由緒ある感じになってますもんね。へえ、大正歓喜店すごいな。ただめちゃくちゃ可愛いクマちゃんの、こちらはストイックに昔ながらな感じですけど、相当ちょっと阪神な、クマちゃんになってますけどね。いや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 、ね、でもちゃんと花もね、変えてもらってますもんね。いやすごいですね。いやいやいやと、いやなんか得が高くなった気がしますよ。菩薩様もありますし、すごいな。いいで、霊廟が奥にあるんだ。へえ。いろいろあるね。でこちらにも、観音像を建てますし、すごいね。いろいろ育ててね、岩石、三段上昇、三つ引き様、おおすごいね。いやなんとかいいところか。これはこんなすごいところあったんだね。いや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 、観音様の神殿を梵字でいただいておりますよ。オンアドリキャルソーカオンバザラタラマキリク、もはや全く読めませんけど。で、ちなみに指定受けたのは大正3年ってことで、めちゃくちゃ昔からもう重要文化財になってます。あ、ここに木造の千手観音像が祀られてるわけですね。はぁ、一回ちょっとまた拝観してみたいものですね。で、霊廟が、立派なのがあるんだ。すごいすごい。今日9時半から。ちょうど今日あれだったんだ。月齢の供養会やってたんですね。すごいですね。で、子供が。子供は見事に現在で、ショートカットに使ってますけどね。いや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 。で、その、子供がね、ショートカットしてた後ろに書いてある言葉が、心せよ、親を思い出に子は育つ。ありがたい言葉でございます。何か、痛みいるものがありますね。はぁ。で、こっちがメインの通りなんですよね。帰りはちょっとこっちから行きましょうか。いや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 、楽しかったな。いやいや、ありがたい。ね、ここが止めましたよ。本当に。ね、まあ、ね、6万人お願いしたら結果はこれでしたけど、完全にダメな方でになってますけどね。戦方なく酒なら飲んで、裏用を汚染する、ばかりなんです、酒に溺れるなよと。はい、すいません、昨日は3本もね、酎ハイから飲んでしまってすいませんと、ちょっとゴールデンウィークは、つつましく行きましょう。ね、まあね、ちょっと出かけるのは出かけますけどね、動画の撮影の予定ありますけど。ね、いや、すごい霊場でございましたね。これで、お神事ね。